ブルーエンジェルは日本のロカビリーバンド。1985年に渋谷のロカビリーショップピンクドラゴンの店員を中心にロカビリーバンドエンジェルを結成。メンバーチェンジの後、1988年6月にシングルバージンラブでブルーエンジェルとして再デビュー。同曲は鈴木自動車アルトビームの CM 曲に採用された。一のボーカル。 ウラエアを中心に個性あるサウンドを展開。ウラの映画出演や、東南アジアでのライブツアーを成功させ、アルバム、メディアホリックのロンドンでのレコーディングでは、レゲエフィルハーモニックオーケストラとも共演を果たす。なお、この当時は所属レコード会社の意向もあって、ロカビリー色を薄めての活動となり、プロデュースは屋敷豪太が行っていた。百九十二年発売のアルバム、 ロックエビリーより本格的なロカビリーに原点回帰。日本テレビ、天才、たけしの元気が出るテレビのロカビリー特集でのテレビ出演で知名度を上げる。1993年、日本テレビ、マジカルズ・ノー・パワーのエンディングテーマとなったシングル、君にトルコリラー・ゲーンがスマッシュヒット。同曲収録のアルバム、エデンもオリコン最高8位を記録。 同年7月4日、ライブツアー最終日の新宿東京厚生年金会館では超満員の2000人のファンを動員し、日本のネオロカビリー会を牽引した。その他、裏絵は TBS 系のドラマ、ホームワークに主要キャストとして出演し、唐沢俊明や福山雅春とも共演。またフジテレビ系、バラエティ番組、嬉したのし大好きでは三代目サブ m g として、 メイン MC の陣内隆則らと共演。2003年より2006年まで、クラックナッシュのボーカル安すと共に、FM 世田谷のラジオ番組、ゼロ分地トレインの、レギュラーパーソナリティを務めた。ベースの並木政治脱退後、1995年より、元、サンドラデーの江本則彦が加入。さらに2005年より、 ギターの金光博道の不在時にはサポートとして、スケラのボーカルロがギターを務めている。2013年には日本テレビ系ドラマ、斎藤さんにの主題歌として裏絵が、ソロ名義でシングル、季節の風に、を発売。ありがとうございます。